文化振興課からのお知らせです。昭和45年の開館以来、50年にわたり市民の皆さんに愛されてきた唐津市民会館と雪山展示場が3月31日に閉館します。そこでこれまでの感謝を込めて閉館イベントを開催します。第46回九州公演日本フィルありがとう唐津市民会館が3月25日木曜日、市民会館大ホールで開催されます。会場が午後5時30分、開演は午後6時30分です。入場料は指定席4000円、自由席大人3500円、高校生以下2000円です。なお未就学児は入場できません。入場券の販売場所は市民会館、レモンジュ、ミュージックサロンハーモニー、舞鶴本店、舞鶴39です。お問い合わせは唐津日本フィルの会事務局、電話 080-3909-1155 までお願いします。唐津市民会館の50年の歴史に感謝を込めて、唐津市民会館曳山展示場閉館セレモニーありがとう市民会館を3月30日火曜日午前10時から市民会館大ホールで開催します。入場無料です。詳しくは文化振興課電話 53-7129 までお問い合わせください。50年の歴史に幕を閉じる市民会館にパフォーマンスを通して感謝を伝える市民会館50年の歴史にありがとうが3月30日火曜日の午後2時から市民会館大ホールで開催されます。このイベントの参加者を募集します。募集するのは市民会館の思い出話やダンス、弾き語りなどを披露してくださる人やグループです。参加無料で、参加定員は40組です。イベントの様子は後日 YouTube で配信されます。参加を希望する人は応募用紙に必要事項を記入し、3月15日月曜日までに実行委員会に申し込んでください。応募用紙は市のホームページからダウンロードできます。申し込み、お問い合わせは市民会館50年歴史に集う実行委員会、電話 090-3605-8197 までお願いします。市民会館の壁面に思い出メッセージを書くイベントを3月30日火曜日に開催します。時間は午前9時から午後7時までです。参加無料で、参加を希望する人は当日市民会館大ホールにお越しください。お問い合わせは文化振興課電話 53-7129 までお願いします。なお4月1日以降の曳山の展示については決定次第、チャンネル唐津や市のホームページなどでお知らせします。50年間市民の皆さんに愛されてきた唐津市民会館の集大成のイベントとなります。当日はぜひ唐津市民会館にお越しください。よろしくお願いします。以上、文化振興課からのお知らせでした。